本堂博士生は日本の物理学者、学位は博士、静岡県立大学食品栄養科学部准教授、立命館大学理工学部講師、北海道農業研究センターテニュアトラック、研究員、広島大学生物生産学部講師などを歴任した。国が設置、運営する東北大学に進学し、理学部の物理学科にて学んだ。 1998年3月、東北大学を卒業した。そのまま、東北大学の大学院に進学し、理学研究科の物理学専攻にて学んだ。2000年3月、東北大学の大学院における博士課程前期を修了した。さらに、国が設置、運営する大阪大学の大学院に進学し、理学研究科の公文子科学専攻にて学んだ。 在学中に、ストラクチャーアニリゼズ・オブ・バシラス・スティアラ・テルモフィルス、ネオプル・ラナス・アンドイッツ・サブストレート・コンプレキシズと題した博士論文の執筆に取り組んだ。2003年3月、大阪大学の大学院における博士後期課程を修了した。それに伴い、博士の学位を取得した。大学院修了後、立命館が設置、運営する。 立命館大学に採用されることになり、2003年4月より理工学部の講師を務めた。なお、2007年4月より独立行政法人である日本学術振興会の特別研究員に選任された。2010年4月、独立行政法人である農業、食品産業技術総合研究機構が設置、運営する北海道農業研究センターに採用され、 テニアトラック研究員として配属された。2010年12月、同盟の国立大学法人により設置、運営される広島大学に採用され、生物生産学部の講師に就任した。2019年4月、県と同盟の公立大学法人により設置、運営される静岡県立大学に採用され、食品栄養科学部の准教授に就任した。 なお、あくまで学部の教員であり、大学院の教員は兼務していない。専門は物理学であり、結晶学、結晶成長学、食品物理学といった分野の研究に従事した。具体的には、油脂食品について、その構造や物性相関について研究していた。また、食品の成分について、その結晶の成長に関する研究に取り組んだ。 学術団体としては、日本床学会、日本結晶成長学会、日本農芸科学会などに所属した、名の、厚生は、ひろのりと読む。ありがとうございます。